さあ、テラポーンのサーブで第2セット、4セットに出場して5分の4、80% という成績で、あまりこう出場機会がない選手なんですが、この大舞台で出てきています。アダムス、ここもなんとか拾う。古賀。坂井、アダムス、あ、クマチャルポン拾う。塚田、古賀、フェイント、西村の前に落としました。江畑さんもレフトの選手でしたけど、はい、レフトの選手はやっぱりディフェンスもしないといけないじゃないですか、はい、そうなった時にやっぱりサーブ狙われて、あ、また来たよとかってやっぱりそういう気持ちになって気持ち折れたりとかっていうことはなかったですか。私はあまりサーブレシーブに参加、攻守ともに、まあ、世界でもトップクラスって言っても過言じゃないんでしょうか、はい、さあプレー再開していきます。アダムスがここはワンタッチ、そして野竹、アチャラポーン、スカダ、古賀、少し力抜いて打ちました。深澤、アダムス、ここは入っています。ネットに当てて、さあ大竹のサーブが続きます。インラインのエンドラインのわずかに外側でした。木の上のサーブ、アダムス、ダイレクトにここは行きました。山田、いい武器になっていますか。そうですね、久光の方が少しこのサーブレシーブにストレスを感じてますよね、はい、ミドルを使う平山、いいですね、平山選手、はい、さあこの第2セットスタートから出場の中川のサーブ、アチャラポーン、スカダ、ミドル、ここは山田を使う、このクイック使ってきました。対3です。ドルーズのサーブ、ネットイン、アダムス、ネットギア戻してバックアタック、深澤、ごめん拾った、アチャラポーン、スカダ、古賀が中央で打つブロックワンタッチあります。深澤、栄、アダムス、クロス、古賀レシーブ、さあバックライトから中川打つがフラッグが上がります。得点は NEC です。西村、栄、アダムス、レフトブロックリバウンドです。アテラボーン、テッド際ツーで返す。西村、アダムス、リバウンドもらう。栄、アダムス、クロス、小島、塚田、古賀、レフト、ワンタッチあります。坂井、ライトから平山、この得意のライト攻撃見せました。さあアダムスのサーブです。左サイドからパーネットにかかってしまいました。サイドアウト、古賀のサーブです。ふっと息を吐きました。今日もこの人のサーブが効いています。坂井、レフト、あ、ここはレフトから決めてきました。深澤、小島、塚田、アチャラポーン、力強いスパイク、坂井、深澤、フェイント気味にここは入れましたが、ブロックに当ててコート内に落としました。コーチを変えてなんていうようなこと話がありましたけれども、はい、今日もやっぱりそういったプレーしていった方がやっぱりいいでしょうかね。そうですね。山田のサーブです。中川、2で返す坂井、ザタック決まりました。そうですね、します。アチャラポーン、塚田、ミドルを使う、木の上、今の木の上、塚田、もう一度木の上、西村、坂井、深澤、小島、塚田、バックセンター、古賀、あー、リバウンドはここは拾えませんでした。右サイドから打っていたんですが、このセット左サイドから打っています。ショートサーブ、木の上、塚田、ドルーズ、坂井、中川、フェイント、古賀、ハイセット、アチャラポーン、フェイント、リバウンド、古賀、ドルーズ、バックアタック戻ります。塚田、小島、アチャラポーン、レフト、西村、坂江、中川、ライト、日野江、塚田が打つ、ツー、今手を伸ばした、アダムス、深澤、あ、小島正面、古賀、ハイセット、アチャラポーン、レフト、これも広い、西村、坂江、深澤、ワンタッチ取りました。さあサーブ、酒井のサーブ続きます。久光がリード、古谷、塚田、ミドルを使います。日野江、うん、ホイッスルです。得点は NEC 100% の決定率。アダムス、酒井、中川、ここも正面です。よく拾いました。古賀、バックアタック、西村、深澤、レフト、ブロック2枚ですがタッチあります。左サイド、少し真ん中寄りからのサーブ、古谷、塚田、ドルーズ、このボールはアウトです。サーブです。
西村、栄、中川がここはライトから決めてきました。11点で大竹のサーブです。少しふわっとしたサーブを打ちました。塚田フェイントドルーズ、あ、繋いだ中川、アダムス、これもちょっと強引にではありますが打っていきました。はい、まあ、相手の手に当ててブロックがレフト寄りに寄っているので、はい、ライト側がちょっと空いてるんですよね。なるほど。さあプレー再開しています。小賀、ここは小賀が決めてきました。サーブです。日野へのサーブ、アダムス、栄、中川、ここも打ちました。よく拾いました。塚田、日野へ、小賀、正面、ここは深沢、アダムスレフト、この小賀よく拾いました。ハイセットから小賀レフトリバウンド、ダッチあります。栄、アダムス、日野へ、このボールはラインの外側に落ちました。久美、右サイドからのサーブ、古谷、塚田、ドルーズ、あ、ここ行けるか、栄、アダムス、ワンタッチあります。あれ、お夢と言っても過言ではないですよね。はい、さあ14対11、中川のサーブでプレー再開します。レフィン、山田、塚田、小賀レフト切りました。うまいという声で、今回は2点ビハインドの場面でこの2人が入ります。ショートサーブ、アダムスレフト、ストレート、うん、このサーブはアウトになりました。浦さん、ちょっとこれもったいないですか。さあそして小賀のサーブです。ネットイン、おうまく拾った、アンダー、深澤打つ、古賀、中川、柳田リバウンド、古賀、中川、もう一度柳田フェイント、西村が追い切れませんでした。さあ1点差、サーブのいい古賀のサーブ、今度は西村を狙う、栄、平山が打ちますがストレートアウトです。ないところのプレーというのも大事なんですね。はい、さあプレー再開しています。西村か、今度平山も、大塩平山使いました。はい、今の打ち方は非常に良かった。小島、中川、バックセンター、ここがフォアブロック止めましたが、スポーズ大竹、左サイドから小島、中川、ちょっと乱れたが古谷フェイント、深澤、栄、バックセンター、アダムス、柳田上げて最後打ちましたが古谷、うん、ワンタッチあるんじゃないか。古谷が打ってきました。山田のサーブ、アダムス乱れた、西村、深澤、ここは決めました。18点目、今度は栄、のサーブ、今度右サイドから打ちます。古谷ちょっと乱れました。柳田、古谷、これ正面、西村、栄、深澤、ワンタッチ、小賀、中がミドルを使う、木の木の柳田、この拾う、西村、深澤クロス、古谷、中川ミドル、木の絵、西村、深澤、小賀、ネット際、モダン、切れ、大竹、大竹します。栄のサーブです。栄のサーブが中盤効いていたところもありました。古谷、中川、古谷フェイント、栄、深澤フェイント、古谷、だからバックセンター、古賀、ネット際、どうだ、もう一度アンダーで上げる栄、深澤レフト、中川の前に落としました。ちょうどアタックラインのあたり、交代です。 NEC は古谷に代わって、さあ栄のサーブ、アチャロポーンになります。中川、柳田リバウンド、西川、あ、西村、ここは中川決めてきました。気持ちよさそうに打てていましたね。さあ栄のサーブです。アチャラポーン、中川、アチャラポーン、力強いアタック、17点目、アチャラポーン、ライトからのサーブです。深澤、西村、深澤を使うがタッチはありません。はい、さあどこを狙ってくるか、この深澤を狙います。ちょっと重なりました。栄、深澤ブロック、西村、中川ブロック取ります。バックリバウンドもらって、西村、深澤、このフラッグが上がります。得点は NEC です。タッチはありませんでした。
さあプレー再開します。サッカーへ中川、このよくレシーブしたが、ナイス、ここがつなぐ、まあ、こっちから返します。チャンスボールは久光、西村、サッカーへミドル、うん、OK、ここは決めてきました。今のアチャラポン、ちょっと乱れました。自慢からアチャラポン、ロックリバウンド、うん、あーとここはホイッスルです。得点レフトからのサーブ、アチャラポン、塚田、アチャラポン、ここは決めてきました。20点目が入ります。結構アチャラポン選手がサーブ、アチャラポンのサーブ、この人のこのサーブでまた攻めていきたいですよね。そうですね。さあアダムスブロックリバウンド、ここは飛び込んだんですが、塚田ホイです。小島、塚田、ドルーズ、ここは決めてきました。21点目、アダムス、酒井、中川、これ正面でした、塚田、木上、アダムスブロック、ここは止めました。平山とアダムスが飛んでいました。25点目が久光スプリングスに入ります。第2セットは点の取り合いというような展開になりました。25対21、久光スプリングスが取ってセットカウント1対1となりました。